はい、まときちゃんのりであります。今日は後期2681年11月1日です。ブルーリボン、南部健二さんのバッチ、ブルーリボンバッチ、拉致被害者奪還のシンボルバッチです。まあ、こちらにもブルーリボンバッチあるんですけど、昨日衆議院選挙がありまして、石川かおりさん、ここ北海道自治区なんですけど、石川かおりさんが、小選挙区は当選しました。かおりさん当選おめでとうございます。対抗馬の中川優子さんは比例代表の方で、昨日の日付変わる時まで結果が出ませんで、で北海道かな、一番最後で比例代表に、最後の一枠に滑り込んで、中川優子さんも当選です。中川優子さん当選おめでとうございます。で、おとといかな、10月30日に千歳市の青葉陸上競技場で実施された2021ディスタンスタイムトライアルに行ってきました。それで、元木さんですか、元木チャンネルさんですかと女の子に声かけられて嬉しかったという動画なんですけど、その女の子がまためっちゃ可愛くて、もう心を奪われるような可愛い女の子でして、でその女の子、まあ、陸上競技のアスリートで言えば野村ルナさんに似ているような感じですね。野村さんは 100m ハードルの選手で、一昨年の全中の2位の選手でしたね。私は優勝かなと思ってたんですけど、残念ながら野村さんチャーミングなルックス、まあそんな感じですね。私に声かけてくれた女の子と、その子、まあ、多分現役のアスリート、陸上競技の選手で、スマートな子で、小柄な子でしたね。女子3000の中学記録持っているので、鈴木ルカさんという方がいたんですけど、なんか体型、スマートで小柄な体型が鈴木ルカさんに似てたんで、鈴木ルカさんですかと聞こうかなと思ったんですけど、聞きませんでした。鈴木選手、なんかな、まあ、スタートリストには名前載ってたんです。あ、スタートリストには名前載ってたんで、選手としては出走はしてないですけど、同僚の応援にはひょっとしてたら来てたかもしれないんですけど、鈴木ルカさんですかは聞きませんでした。あと元自衛官の YouTuber、まあ、私もレイワタケちゃんも元自衛官 YouTuber なんですけど、元自衛官 YouTuber 女性で、愛理さんという方がいるんですよ。愛理チャンネルで、多分最新動画で、南恵庭駐屯地の売店に潜入という動画が4万回ほど再生されてまして、愛理チャンネル では結構再生されている動画なんですけど、それのサムネイルがまっすぐして目だけ見えてるんですけど、まあ、顔は目だけしか見えてないんですけど、めっちゃいい女に映ってまして、そういう感じかなと思います。で、ディスタンスタイムトライアル、まあ、こう撮ってますよ。このビデオカメラ、このバッテリーでこれ撮影してました。で、撮影時間が長いんで、バッテリーがだんだん容量が少なくなってくるんで、なってきてたんですよね。で、それ日向で動画撮影してたんで、これ液晶が見えにくいんですよ、日向で、日陰に移ってこう確認して、あ、まだ大丈夫だなみたいな、でこう映して、またそのレースが終わると、まあこれ動画撮影してる時も非常に見にくいんですけど、でバッテリーがいよいよ減ってきて、このでっかいバッテリーね、でいよいよバッテリー少なくなってきたんで、こうバッテリー交換したんですよ。まあこれ ちっちゃいんですけど、まあ満タンに入ってるなやつなんで、こうやってたんですよ。これがその大会のメインイベントのエリミネーションマイルかの前にこれ交換したんですね。で、その様子も多分その女の子を見てたのかなと思います。で、場所移動しなきゃと思って、お、三脚ね、三脚
雑談取りしてた時に声かけてくれたんですね。私も仕事でもちろんやってるんで、仕事の時声かけるのはちょっとあれなんで、それは遠慮してくれてたようで、配慮してくれたようです。こういう その様子の私の様子を見てるんです。で、野口五郎さん、野口五郎さんが、野口五郎さんの代表曲、真夏の夜の夢ですね。で、真夏の夜の夢の時、五郎さんが鼻ほじくてるらしいんですよ。で、これサムネ、そういうことはなかなかできないなと思いましたね。で、まあいいや。で、その南恵庭駐屯地の私は自衛隊時代20年ちょい前に南恵庭駐屯地掛け師の学習区行ったんですけど、その時の仲間に野村さんという方がおりまして、だからスタートリストの 5000m の野村さん、名前あったんで、ああ野村さんまだ現役なのかと思って、で本人がいたんで、声かけてみたら私のことを知ってたみたいです。で、その私に声かけてくれた女の子、私の右側の方から来たんですけど、ひょっとしたら野村さんの教え子かもしれませんね。その女の子、見た目はちょうど中学生ぐらいだったんで、まあ、中学生が可愛いからってときめいていいのかな、どうかなとか思わないことないんですけど、野村さんに久々会えて私のことを知ってくれてよかったです。あと、仁さん。仁さんも私が、まあ、ずっと主な種目、まあ、最初の1500は 200m のスタート地点あたりの上の方にいたんですけど、その後は、三浦龍司さんが当時の日本歴代2位の3000障害出したところ、応戦したところにいたんですけど、そこからどっちかバックスレとかバックスレの方を今移動してたんですけど、まあ、そしたら仁さんがいまして、で北西病院か北の星病院かなんかしてたんで、仁さんですかとか言ったら、本人でした。仁さんも私のことを認識してくれてたりで、とりあえず挨拶できて、本人にご挨拶できてほっとしましたですね。もうかな。あ、で私が YouTuber、 まあ4年 YouTuber 動画配信は4年ぐらいやってるんですけど、その中で一番嬉しかったのが、そのおととい、その可愛い女の子に声かけられたっていうのが、12分間会話したのが一番嬉しかった瞬間なんですけど、私が YouTube やって一番悲しかった場面、高木奈々ちゃん、スピードスケートですね、美穂ちゃんの姉さん、奈々ちゃんがワールドカップのスピードスケートのマススタートで初優勝したその瞬間ですね、トカチオーバルで実施されました。こう私が奈々ちゃん撮ってたんですよ。ただあのピョンチャンオリンピックの時みたいに内側からこうサッと内側にサッと入ってダーッとスパートかけて、ああ奈々ちゃんワールドカップマススタート初優勝だと思ったその瞬間にこう撮影してたんですけど、前に座ってたおじさんがスッと立って、一生懸命喜んで「おお邪魔だよ」とかちょっと見せますね。こう奈々ちゃんが内側からさっと抜き出してスパートして、まずスタートワールドカップ初優勝の瞬間、もうゴールの時にこう立ってから一生懸命喜んでいる、見えねえじゃんと思ってた。で皆さんのこのカメラだったら、こう奈々ちゃんが内側から差し込んでスパートかけて、もうゴールにワールドカップ初優勝マススタート初優勝のその瞬間に前に座ってたおじさんが立って、でこう喜んでんで、ね、邪魔だよって思ってて、それが私が YouTube やってて一番悲しかった瞬間でね、YouTube4 年間やって一番嬉しかったのは、そのめっちゃ可愛い女の子がかけられて、1、2分間会話した、それが一番幸せでした。見てますか、嫌がってないですよね。いやめっちゃかかったですね。
来年、私もちょっと広告収益減っておりまして、まあ、スポーツ系のチャンネルなのでスポーツのジャンルやってないんで、収益減っておりますが、今年も乗り越えて来年も YouTuber やってるんであれば、来年も青葉陸上競技場に北連ディスタンス、およびディスタンスチャレンジ、ディスタンスタイムトライアル行きたいと思うんで、その時も、まあ、この服装かどうかわかんないんですけど、ブルーリボンとかブルーリボンバチはもうこれ絶対やってるんで、つけてるんで、もどきさんだなと思ったらよければ声かけてください。これは私の方からお願いしたんですけど、ぜひツーショットしていただけたら嬉しいかなと思います。令和滝ちゃんとかとツーショットしてるみたいな、あんな風にツーショットしていただければ、まあ、こっちが嬉しいですね。はい、私に声かけてくれたの嬉しかったですけど、その女の子がめっちゃ可愛かったという話でした。はい。